3日連続となった新幹線の混乱、大混雑が続きました。午後5時半の JR 名古屋駅です。新幹線の電光掲示板見てみますと、上下線ともに遅れの表示があり、まだ影響が続いています。東海道新幹線は昨日の大雨でダイヤが大幅に乱れた影響で、今日の列車の発車準備に時間がかかり、午前7時20分ごろ一部の区間で運転を見合わせました。1時間ほどで運転を再開したものの、最大2時間以上の遅れが出て、午後になっても影響は続きました。 JR 東海によりますと、午後6時半現在、名古屋駅を発着する新幹線の遅れは最大20分ほどで、明日は始発から通常通り運行する予定だということです。